始まるんだ。気になる場所をタッチ。はーい。気になる場。あ。今のはちょっと刺激的すぎたかも。どうにか回避できないかな。はい。もう一回。ここ、こっちかな。なるほどね。こうやって刺激的な状況を見せないようにすればいいのだね。はい。かわいいな。どうも皆様こんにちは、マストさんちのパオです。本日からですね、こちら刺激回避やっていきたいと思います。ではですね、スタートします。女子との会話。会話。HP が表示され、あ、HP がなくなる。わかる。気持ちはわかるよ。私も女の子と会話すると HP が減ってくよ。恥ずかしくはないけど。あ、今なんかしなくちゃいけなかったんだ。今なんかするのね。はい。心の声。女子と話せるのは嬉しいけど、この勢いは。2対1じゃついていけない。どうしよう。お椅子が勝手に動いた。これも刺激か。そっか。なるほど。了解しました。やっていきましょう、ちゃんと。ステージ3。例の本。キスじゃない。今のももうやんなくちゃいけなかったの？ああ！見つかってしまった。どうすればいいんだ？触れないでおけばいいの？あの輝きはまさか誰にも見つからずに回収せねば。見つからないで回収せ。いけるんじゃない？やった！いけた！でもさ、それ持って帰って、わお、なんか中学生って感じ。健全だね。はい、ステージ4、母との買い物。おお、似てる。お母さんと仲良く買い物なんてクラスメートに見られたくない。急いで。なんかここにあるかな。いや、それはまずい。まずいぞ。いいのか、これで。スタートしてみよう。ていうか、その服ちょっと違う気がする。お、いけたんじゃない？一発で OK？ お母さん、ノリノリだな。なんで君が着るんだよ。はい、ステージ5。気まずいテレビ。お、気まずい空気が耐えられない。どうにかチャンネルを変えられないか。変えたいのはやまやまなんですけど。これでピッチして、変えて、あはっ、はは、なんか違う。もう一回ね、もう一回。よし、何か父上、
米を食べるんだ。そしてお母さんおかわりだ。お母さんおかわり、今です、ここです。よし、これならいけ。なんかこれ恋のから騒ぎっぽいよな。違うか、なんかそんな感じそんな感じとか、あんまりテレビ見ないからわかんないや。ステージ6、教科書忘れちゃった。気まずい、教科書を忘れた。隣の人に見せてもらえないかな。どっち隣って、え、じゃあとりあえず女子から。あの教科書二人とも忘れちゃったね。これはまずいね。なんか、お、なんで取れないんだ。ハサミ借りていいの？ハサミ返せないじゃん、しかも教科書。こうすればいいだけじゃない？はい、うんうん、こうすればクリアだよね。そうだよね。でも、え、ちょっと待って、隣の子に渡したらどうなんの？はい、じゃあ隣の子に渡してみよう。はい、あれ取っちゃうことになるの？このままでスタートしたらどうなるの？こうするとさ、ほら隣の子に見せてもらえるよね。いいじゃん、どっちでもクリアなんだ。あ、あ、このなんかスタンプみたいなやつが違うんだね。え、じゃあ男の子は？男の子にさ、見せてって、いいんだ。え？これはまずい。なるほど、男の子は NG で。はい。はい、ステージ7。刺激ラン。え、ちょ待って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 。カツラって何？カツラってどうすればよかったの？ちょ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 。これはでもまだ。私でも、あー、卑怯じゃん、そんなの。そんな、え、今のってどうやって返す？あ、あ、やばい。え、あ、本取らなきゃいけなかったんだ本だったのね。あ、ごめん、間違えちゃった。ごめんね、ごめんね。もっと本を取るべきだったのね。もう一回、もう一回、本を取るのね、本を。だったらわかるわ。余裕でしょ。ほらほら、いけるいける。あ、今のは、今のはしょうがない。ほら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 、いけたいけたいけた、全然余裕。これだったらできる。わお、お母さん入ってこないかな。入ってこないんだ。あ、でもただこれだけなのね。あ、そう、じゃあ次行きます。ステージ8、僕の心は晴れさ。どういうことよ。相合傘で一緒に帰りたいけど勇気が出ない。別に一緒に帰らなくてもいいんじゃない。あー、あげるよ、ほら、あげるよこの傘。多分この子いらないから。じゃあね。え、嘘でしょ。そんな優しい女子いる？お願いします的な。でもそれ君の傘なんだけどね。え、でもいいね。かっこいい男の子だ。すごい。か、なんかね、ちょっと内気な感じだけど、こういう優しくて男らしいとこがあるのはいいね。ステージ9、日中
中しよう。熱中症？ああ！体育中のぼせちゃった。急いで水分補給をしよう。というかその飲ませ方はダメだ。まず体を冷やそうよ。じゃあどうしようかな。この水筒は多分このしげきくんのなんだよね。でもそうだよね。あ、でもちょっと待って、女の子のお茶を。ありがとう。あ、そうか。ごめん、君はそんなに紳士だった？そこまで紳士だと思わなかった。ごめんね。まさかだって自分の体がやばい時にそんな風になるとは。なかなかの精神力だよ。ちょっとどいてください。これ彼のお茶なんで。はい、どうぞ。ああ、死んだ。はい。オッケー。でもそんな簡単に回復するもんなの？まあ。はい、ステージ10、刺激的なプール。プール？女子の水着が視界に入って刺激的すぎる。これは無理でしょ。男子更衣室で。あ、これ、トイレ？更衣室？なんかあんの？わお。カエルだ！ごめんよ。刺激的じゃなければいいのか。メガネ曇らせられるかな。メガネをさ、これ取れない。こうしてさ、そんでさ進んでみよっか。これさ、ここで浴びるのお湯だったらっていう風にさ思ったこと何回もあるんだよね。あ、ダメ？帽子は取れる。メガネは取れない。え、帽子なんてどこで使うの？帽子。え、どうすればいいのかがわからない。あ、カエルがいると。ん？え、どういうこと？さっきとやってることあんま変わんなくない？なんでわからない。メガネが曇ったんだよね。でもさっきと言ってること変わんないよ。